どうもこんにちは、ミスター GT5 モッドです。はい、今回はついに GT5 のロスサントスに東北新幹線がやってまいりました。東北新幹線ファンの方、鉄オタの方、東北の方々ね、もうこれ大興奮じゃないですかね。はい、まあ、各言う自分はね、東北新幹線、一度も乗ったこともないし、この目で見たこともないですだからね、そう、動画を撮る前にね、もう急いで大至急ウィキペディアで調べてきました。受け入れの知識で今日はね、喋っていきたいなと思います。まあちょっとね、走ってこないんですよね、まだね、電車がね。はよ、今回と最高時速260から275キロって書いてあったね。ただ試運転では最高362キロのね、実績を出したこともあるとかなんとかね。まあ実績出した言うてもね、その速度で実際に走ってみたいですよね、我々としては。走れないんじゃね、別に。あ、そうなの、そうなんだってぐらいだけど。てか全然来ねえな、いつまでつなぎさせる気だよ俺に。あ、来た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 と思ったら、ただの路面電車かい。路面電車来たいうことはそろそろ来る。あ、来た来た、お、すごい、来たー、これですよ。うお、来ましたね。すげえ、見てほら、乗れた。じゃじゃーん、かっこいい。すごい、ちゃんと光ってますよ、ほら、ライト。ねえ、うわ、すごい。あ、そうだ、もう一つね、素晴らしいモッドを入れてきてるんですよ、今日は。じゃじゃーん、見てください。架線が敷いてありますよ、上に。すごくないですか、ほら。え、このさ、北陸、東北新幹線、これパンタグラフついてるよね、ちゃんとね。向こうの方にちょっとちらっと赤色のが見えるんだけど、パンタグラフがちゃんと架線をね、こう、伝ってってますよ、すごい。ねえ、やばくねえすか。これ全部敷いてあるのかな、線路の周りに。これ一定間隔で敷いてあるけどさ、これ作った人相当大変だよね。ロスサントスの線路、長い線路、全部一つ一つ等間隔で敷いてたってことはやばくね？相当な労力ですよ。それより何より、この見た目、E2 系。ね、E2 系って読むのかね、まあ正しい読み方ないそうなんですけど、特に。E2 系。山彦じゃねえな。山彦か？山彦だね。山彦と、あと、ハヤテと、ナスノっていう名前で運用されてるっぽいですね。はい。この見た目のね、新幹線、テレビとかでもね、よう見たことあるんだけど、実際見ると、見たことないですね。いや、でも、かっこいいな、結構。ね、このデザイン。ね、なんだろう、何色だ、これ。バイオレット？バイオレット、ブルーみたいな色かな？と、ピンク。ショッキングピンクとバイオレット、ブルーみたいな色がね、重なってますけど。なんか光ってるんだよね。すごいライティング、めちゃくちゃ眩しい光ってるところがあるんだけど、あそこに、行き先と、すごい火花散ってる。ブレーキかけてる。火花散ってる。めっちゃリアル。あそこにね、行き先と、あと、運用されてる、営業中の名前書いてあるわけでしょ。山彦なら山彦。はやてならはやて。いや、かっこいいな。ちょっとね、主観にしてみますか。主観にできるんですよ、こうやって。素晴らしいでしょ。おお、内装結構作り込まれてますね。なんかボタン類もあるし、上に換気扇っぽいのもあるし、すげえな。あ、ちなみに自分電車全く詳しくないですからね。鉄オタでもないし、だからちょっとご了承ください。すごいね。このメーターなんだろう。何メーター？油圧メーター？速度メーターではなさそうだね。赤色のボタンついてますね。これは何だろう。何のボタンだろう。ブレーキかな。緊急停止装置みたいな。なんか中国語なんだよね、画面に書いてある文字が。ちょっとそこ気になるな。これ中国でも運用されてるってことなのかな。さあ、じゃあね、このよく見て、これ運転席以外にもさ、ちゃんと客席作られてんだよね。シートがしっかりで、ドアもちゃんと作られてるでしょ。これこうやってカメラ無理やり動かしてさ、なんとかして見れないのかな。これなんとかして乗りたいよな。ちょっと無理やり乗ってみようか、今日。前回に引き続きね、こちらのあのマップエディターっていう、まあ、空中を移動できる、もう強制的に移動しちゃうっていうモッドをね、作ってみましょう。お、すごい、車掌さんだ。さあ、行くぞ。あー、ちょっと遅かった。乗り過ごした。やべやべやべ、ちょっと急がないと。見失う見失う見失う。危ね危ね危ね。置いてかれるところだった。さーて、ここら辺で降りとくか。引かれないように気をつけて。お、来たね来たね来たね来た。よっ、3、オッケー。おー、車掌さんちょっと、メタボリック症候群だね。若干太ってるね。まあいいや、早速見ていきましょう。おー、すごい、客乗ってんじゃん、普通に。てか、車掌のこの帽子邪魔だな。
主観で見ていきたいから、ちょっとトレバーに変更しよう、いつもの。で、あとこのね、中の蛍光灯、ちょっと光りすぎ。これね、ちょっと調整しよう。雨にしたらなんか落ち着いたね、光り方が。なんかおばさんのさ、座り方おかしいんだけど。お前、なんかシート貫通してんじゃん。ここちゃんと作り込まれてなかったっぽいね。残念残念。ちゃんとね、シートにさ、いっぱい人が座ってたら、え？何今の？吸い込まれるかのように。まるでブラックホールみたいな感じでなんか消し飛んでったけど。全部で何両あるんだこれ。お、お客さんがいっぱいいますね。すごいすごい。早く早く先頭に行きたい、先頭に。これどんだけ走れば先頭に行くんだ。なんかウィキペディアで調べたところ、8両編成と10両編成。なんか、あー落ちた！なんじゃそりゃ。ちょっと待って待って、ちょ、置いてかないで置いてかないで。どこ？どこ行った？あ、最悪見失ったんだけど。あー、いたいた、まだ走ってる。危ねえ危ねえ。おー、すごいね。これ雨の日だとさ、客席光ってんの。ちゃんと電気ついてんのよくわかるね。見えますほら。ちゃんと電気ついてんだよ。ほらほらほら。今貫通してったけどね。わかりますか？で、ちょっともう一回待ち伏せしよう。ちょ、こっちの方で待ち伏せしよう。できたら、ふっ！よーし、乗れた。結構俺も慣れたもんだな。なんかいきなり弾かれるんだよね。外に。あんまり外側走らないでいこう。っていうかさ、この、トレバーの身長というか体格考えると、割としっかり作り込まれてんのかな、この内装。大きさは。ね、肘掛けがないけど。まあそこまでは別に求めてもしょうがないか。え、結構実際の大きさぐらいあるよね、これね。広さ、幅。え、ここから先は運転席っぽいな、もしかして。運転席っぽいよね。行けないよね。だって行けないってことはこれ運転席だよね。多分この先が、先頭車両か。で、こっからが2両目でしょ？すごいな、景色。見てこの世界の車窓からみたいな感じ。今日は、アメリカ西海岸、ロスサントスからお送りいたします。様になってる。昔ね、よう流行ったな、あのテレビよく見とったけど。わあ、すごい眺め。ね、霧に隠れて、チリアドさんがちらっと見えるあたり、ああ、もうリアルだな。ねえ、すごいなんか旅してる感あるよね。地元なのに。地元なのに、撮れば地元なのに、めっちゃ旅してる。すごい作り込まれてるね。神々やん。お、めっちゃ並んでる。すごい並んでるけど、座り方はちょっと自重してほしいな。ベンチじゃねえんだからさ。あのさ、なんかこのドアのさ、あの車高カバーの下ろし方がこう一つ一つなんか違うのがまたいいよね。面白いよね。結構ランダムなんだね。ほら、こっちの方全然開いてないけどさ、こっち思いっきり下がってたり、ちょ、中途半端に降りてたりとか、なんかいいよな。すごくリアル、こういうの。うわー、いいね。この本当に車窓からの景色だよ。こういう感じだよね、実際ね。すげえな。なんかお弁当食べたくなってきたわ。さ、じゃあそれでは恒例の列車を直接出してみましょう。ん？あれ間違えた、これ輝きだったわ。おー、なんかめっちゃあるぶって、あ、出てきよ。よかったよかった。出てきた。出てきたけど、なんか中間車両ですね。どれに割り当てられて、あ、出ましたね。あー、出た。よかったよかった。ね、こんな感じですよ。後ろに輝きが転がってますけどね。まるで巨大なおもちゃ箱みたいなね、この世界がね。うん。プラレールちょっと片付けなさいって。うわー、こうやって見ると見て細か。すげえ。電気系統がこれ全部細かくできてるなー。やば。ね、光沢がありますよ、ちゃんと窓に。なんて書いてある？あ、出た。またハヤテ。本当になんか特別、急行みたいなの好きだな。 J51 でしょ。はやって J51。 はやって J51。 全く同じなんだけど。全く同じってありえるの？ありえないよね。さあ、ちょっとね、横見ていきましょう。どうなんすかね、これ等身大なのかな。もうちょっとでかかったような気がするんだけど、新幹線って、まあ、新幹線にこうやって乗ったことないけどさ、こう、ここら辺でホームでいつも見てるわけでしょ？でもこんなもんなのかな？なんかトレバーの身長を考えると、このドアの比率、大体合ってる気がするんだよね。
はい、ということで以上 E2系東北新幹線の紹介でした。こちらのね E7 系北陸新幹線もね気になる方多いと思うんですけど、前回紹介動画を出したのでそちらのね宣伝を動画の最後の部分に貼っておくので、よかったらそちらもクリックしてください。ちなみに最後になるんですけど、この分割線気になりませんね。えこれね、連結する部分なんですけど、連結できちゃうんですよ GT5 で。なんとただそこの部分はまだちょっとご紹介できないかな。もうちょっと余裕ができたらご紹介していきたいと思います。ということで以上ミス GT 山本でした。バイバイ。